皆さんこんにちは。私たちは2023年全文マスターズ大会オフィシャルトラベルエージェントのロッテ JTB でございます。いよいよマスターズ大会開幕まで1年を控えています。それでは私たちと一緒にマスターズ大会の現場に事前に行ってみましょうか。ここは陸上競技トラック種目が開かれる育山総合運動場です。およそ1万8000人が収容できる場所だそうです。ここで夢のために走る皆さんの姿を想像してみるのはいかがでしょうか。ここは월명総合競技場で、なんと3種目の競技が行われる場所だそうですね。ここ野球場では1万人規模の観客を収容でき、サッカー競技場は6400人、卓球が開かれる体育館は4300人を収容できる規模です。1年後ここで会うマスターズ参加者たちをお待ちしております。昆山のランドマークである近代歴史博物館です。現在は工事中ですが、1年後には内部がご覧になれると思います。昆山は3代ちゃんぽん屋リストがあるほどちゃんぽんで有名な地域です。以下、海外など西海岸の新鮮な海産物がたっぷり入った昆山のちゃんぽんは多くの旅行客の人気メニューであり、ちゃんぽん特化通りが造成されています。ここで私たちはこの食堂に入ってみます。ご覧の通り、新鮮な野菜と海産物が調和をなした美味しいちゃんぽんが楽しめます。それでは画面でお楽しみください。そして日本植民地時代に建てられた日本の伝統様式の建物がまだ残っているので、街を歩きながら日本の伝統建物を探してみるのも一つの楽しみになると思います。こちらは旧昆山税関の建物ですが、より素敵な姿のために現在補修工事中だそうです。韓国に3カ所しか残っていないヨーロッパ中世建築様式の建物だそうです。本来日本植民地時代の時に開設された鉄道周辺に人々が集まって暮らし始めてから作られた村です。最近はイカゲームで世界的に有名になったタリコーナ作り体験をすることもできます。昆山で参加者たちがお休みになる宿泊施設をお見せするために昆山ラマダホテルに来てみました。雲波湖公園の近くにあるので散歩にも最適です。